俺の名前は浜田悦郎。40歳で先月まで個人で商売をしていた。まだ設備は残しているが、事務所を畳み、今月から新しい道へ進むことを決意した。設備を残したままだと未練がましくないか？いっそのことを全部売り払ったらどうだと、事情を知らない友人たちから忠告されたが、今のところはこのまま残しておくつもりでいる。こうして俺は心機一転、ヤクザの世界に足を踏み入れたのだ。そんな俺は毎日早朝の爽やかな空気の中、川沿いをジョギングしている。ヤクザになっても俺のルーティンが乱れることはない。運動や食事習慣など健康管理は徹底していく。こうした日々の努力がヤクザ家業でも役に立つことを願っている。そして今日、俺は生まれて初めてヤクザの組事務所を訪れた。事務所といっても特別な見た目ではなく、普通のオフィスビルのような作りだ。一般の人であれば見過ごしてしまうようなところだろう。組長は遠出の予定があり、遅れてくると聞いていたため、ひとまず建物に一人で入り、居合わせた人に挨拶をすることにした。はじめまして。今日からこちらの組にお世話になる浜田です。よろしくお願いします。スポーツマン仕込みの大声で部屋の隅々にまで聞こえるように俺は話した。俺の勢いに驚いたのか、数人の男たちが目を見開いてこちらを見つめた。そんな中で細い体をだるそうに揺らしながらこちらに歩み寄ってきた人物がいる。彼は派手な衣服とアクセサリーでごまかしてはいたが、貧弱であまりヤクザらしくない体格の男だった。年は30代半ばといったところか。俺は東だ。ここの次期若頭候補だからよく覚えておくといい。お前、ずいぶん年を食ってるようだが、今までどこの組にいたんだ？はい、組に入るのは初めてです。皆さんのお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いします。は、その年でひよっこかよ。どこまで使えるのかわからねえ野郎だな。東は周囲に控える取り巻きの男たちに笑いかけた。一泊置いて東に付き合うように男たちの作り笑いが広がった。東の脇を固めるのは見るからに屈強な男たちだ。どうやら東は彼らの迫力を借りて自分の力を見せつけているらしい。気になったのが東から少々酒の匂いがしたことだ。よく見ると彼の胸ポケットが膨らんでいる。どうやら小瓶を持ち込んで事務所で一杯やっていたらしい。ああ、酒が足りねえな。おいお前、2本ほど買ってこいや。そろそろやめておいた方が、という子分の声を聞き入れず、東は酒を買いに行かせた。子分はポケットの小銭を数え、しぶしぶ出かけていく。お使いとは言っても、東が代金を出すわけではないらしい。まだ時刻は夕方で、窓の外にはかすかに夕暮れの気配が残っている。東は時間に関係なく飲むようだ。そんなことで仕事が務まるのかと気をもんでしまう。
おい、酒井、何かつまみを作れや。へい、何でもよろしいですか？酒井と呼ばれている子分は、慣れた様子で備え付けの簡易な台所に立ち、料理を始めた。こいつは元料理人なんだ。だが、お前が勝手に命令するんじゃねえぞ。あくまで俺の持ち物なんだからな。子分のことを持ち物呼ばわりする東に、俺は不信感を覚えた。どの世界でも子分に対して威張り散らす人間は小物だと分かっていたからだ。とはいえ、体育会系の俺は表面上東に従うことにする。東の言葉に素直にうなずいている俺を、彼はまあまあ気に入ったようだ。よー、新人、この部屋をよく見ろ。ここに足りていないものは何だと思う？さあ、突然そう言われましても。お前に初めての仕事を与える。ここを誰に見せても恥ずかしくない程度に掃除しろ。とは言っても、部屋には別段装飾などもなく、綺麗でも不潔でもない。中央に応接用の低いテーブルがあるほかは普通の事務室にしか見えず、これ以上どういじっても良くなるようには見えなかった。間をつく俺に台所に立つ酒井が助け舟を出してくれる。兄貴、ここは今日俺たちが掃除しましたよ。みんなの紹介でもしてやったらどうでしょうか？やかましい！俺に意見するのか。東の怒声が響き、酒井のもとに手元の灰皿が飛んだ。灰が床に散らばる。酒井は大して驚くことなく、背中で灰皿を受け止めて、料理に灰が混じることを防いだようだ。俺の言葉は絶対なんだ。酒井、お前はそこそこ器用だから多めに見てやっていたが、最近ちょっと生意気だな。これが続くならただじゃおかねえぜ。へい、すいません。いきり立つ東に対して酒井は素直に謝り、料理に戻った。そして東は足元に置いてあった雑巾を足で引っ掛け、こちらに蹴りつけてきた。あら、新入り、これで床をきれいにしろ。ほこり一つ落ちていたら容赦はしねえぜ。どこの組織でもありがちだが、新人はまず掃除からというわけか。俺は言われた通り、雑巾を水で濡らして絞り、あたりを拭き始めた。そう広くない部屋はすぐに掃除を終えることができた。灰皿の片付けには手間取ったが、それ以外は酒井の言う通りほとんど汚れておらず、とても楽な作業だ。できました。東は俺の近くに寄ってきて、床すれすれまで顔を近づけ観察している。東の吐く酒臭い息が迫り、俺はさりげなく顔を背けた。これで掃除できたと言うんだな。綺麗になったと断言できるか？はい、そのつもりですが。だったら舐めてみろ。綺麗ならできるよな。先ほどよりさらに酒を口にした東は、どうやらかなり酔っているらしい。床を舐めるんですか？今そう言ったじゃねえか。そう言うなり、東は汚い靴で俺の掃除したところを踏み、床に泥の跡をつけた。これでも掃除したと言えるのか？ほら、掃除したと言うなら早く舐めろよ。それはちょっと。
できません。はあ、お前嘘をついたわけだな。お前の気持ちはその程度か。俺は慌てて床の泥を雑巾で拭ったが、それでもとても舐めるような気持ちにはならない。もたもたしてんじゃねえぞ。そう叫ぶと、東は俺の口に汚れた雑巾を突っ込んだ。泥水と埃をたっぷりと吸い込んだ雑巾は、耐えられない悪臭とカビ臭さが入り混じっている。咳き込む俺を東は楽しげに見つめて、俺の口に手を当て雑巾を吐き出せないようにしてくる。お前を歓迎してやるよ。ほら飲め。俺の酒が飲めねえわけはねえよな。雑巾でいっぱいになっている俺の口に、東は酒の瓶を突き刺し、無理に酒を流し込んだ。ほこり臭さも相まって気持ち悪いし、人生で飲んだ酒の中で最もまずかった。カッと体が熱くなるのを感じる。このほてりは決して酒のためだけではないだろう。今や俺の体は怒りと屈辱で燃え上がっていたのだった。あら、ごちそうさまでしたって言ってみな。俺の口を押さえ込んだまま、東はニヤニヤと笑う。息苦しさで咳き込む俺を東は決して許さない。心身ともに限界が訪れようとした時、背後からいい匂いがしてきた。兄貴、その辺にしておかれたらどうです？つまみができましたよ。折よく酒を買いに行った子分も戻ってきて、場の雰囲気が変わった。ああ、それじゃあ飲み直しといくか。俺の口を押さえていた手が解き放たれ、雑巾と酒の小瓶がことりと床に落ちた。助かったというのが率直な気持ちだ。俺は激しく咳き込み、その場にうずくまった。今すぐ口をゆすぎたかった。何人かの若手が俺を解放しようとしてくれたが、触るなよ、上がってるな、と東の言葉で動きを止めた。東は機嫌よく酒とつまみを味わいながら椅子にふんぞり返って言い放った。お前は俺様の射程だ。こき使ってやるよ。ついに耐えられなくなった俺は、のっそりと体を起こして東を睨んだ。なぜ俺がお前の射程なんだ。その時、入り口でガタリと人のつまずいたような音が聞こえた。音のした方を見ると知った顔だ。部屋に入ってきたのはまさしく組長だった。おい東、お前一体何を言っている。東はさすがに姿勢を正し立ち上がった。組長、早いお帰りですね。思ったより道が空いていてな。で、繰り返すが、お前は何を言った。へえ、この新人を俺が使ってやろうと。組長は部屋に入ってきて、俺の足元に転がる雑巾や酒の瓶を見つめた。組長、これは東さんが俺の口に無理やり入れたもので。変な誤解をされてはいけないと、俺はつい言い訳がましい口調になる。組長は何度もうなずいた。状況を察したようだ。東、お前はとんでもないことをしているぞ。浜田さんはお前なんかには扱える人ではない。東は組長の言葉が
到底理解できないといった表情を見せた。どうしてです？こいつこの年で新入りでしょ？俺が鍛えてやりますよ。いいか、お前には任せられないな。ここで俺にはかすかな疑問が浮かんだ。確か東は組の中でも立場のある人物だったのではないか。しかし組長、東さんという人は次期若頭候補なんでしょう。無茶な振る舞いは困りますが、やはりそれなりの人なのでは。俺の言葉に返ってきたのは組長の大笑いだった。ああ、この男にそんな予定はないよ。こいつだってたかだか数年しかここにいない下っ端なんだ。こいつに組を任せる気にはなれないな。組長の大笑いにつられて俺もつい吹き出してしまった。東の発言はとんだ思い込みだったのだ。俺の表情が東の気に触ったらしい。彼はこちらを睨み距離を詰めてきた。舐めやがって、くらえ。東は俺に飛びかかり拳を食らわせようとしてきたのだった。おっと、危ない。俺は思わず反射的に避けて手先の小さな動きで東を止めた。俺にとってはごく軽い動作で喧嘩のうちにも入らない。ただ、何するんだよお前、離せよ。東の声に驚いてよく見ると、彼は俺の反応を受け止めきれなかったらしく、情けなく手をつかまれて顔を歪めている。ああ、この程度でそこまで聞くんですか。大したことないですね。我に返って俺は手を離した。東はだらしなく床に倒れ込んで痛がっている。喧嘩の素人でもここまでの反応は珍しい。ましてヤクザの動きとは思えなかった。おそらく東は普段からこうした争いの時は屈強な子分たちに任せきりなのだろう。下の者に威張ってその力を借りるなんて、実に人間の小さい野郎だ。どうにか立ち上がった東は必死に対面を保つような口調でこうわめいた。なんだこいつ、おいお前ら、いつもみたいにこいつをやっつけろ。子分をけしかける東だが、俺にかかってくる者は一人もいなかった。俺は決して彼らを威嚇しているわけではなく、むしろ静かに立っているだけなのだが、子分たちは大人に睨まれた子供のような表情になっている。彼らの中には、俺の手足の小さな動きに注目して必死に観察しているような者もいた。おい酒井、お前こういうの得意だろ、やっちまえや。子分たちの様子が理解できないというように、東は酒井を名指しした。太い腕をなでさすり、酒井は躊躇した。しかしこちらの方は、東さん知らなかったんですか？知らなかったとは一体何のことだ。状況を分かっていないのはお前だけのようだな、東。こちらの浜田さんは元格闘技チャンピオンだということを知らないのか。もう何年も前のことだが、あの頃は世界トップレベルの強さだった。引退後もジムを開き、数々の名選手を世に送り出してきたんだ。俺は頭をかきながら組長の言葉を受ける。ええ、お恥ずかしながら経営がうまくいかなくて、ジムは先月で畳みましたけどね。
今は何者でもない中年として人生の再出発をするところですよ。俺の気持ちを組長は汲み取ってくれる。ご謙遜を。あなたのジムはサービスが良すぎたんですよ。私が経営していれば、その倍の利益を出せた自信がある。そんなあなたがつてをたどって私のところに来てくれた。みんなに改めて紹介しよう。今日から浜田さんに私のボディーガード兼みんなのトレーナーをしてもらうこととなった。東以外の男たちから大きな拍手が上がった。王者と呼ばれた浜田さんにトレーニングをしてもらえるなんて感激です。現役時代からずっとファンでした。よろしくお願いしますよ。子分たちは口々に王者だとつぶやき、握手を求めて俺のもとに集まってきて、まさしく挨拶の場となったのだった。どうやら東は情報に疎く、俺のことを知らなかったようだ。俺は改めて東を見据えて歩みを進めた。俺の正体を知った東は恐怖を感じたのか、その場にへたり込み、数歩後ずさった。おや、あなたはもしや。俺の心に何か引っかかるものがあった。この男を見たのは今日が初めてではないとピンときたのだ。こうして地面を這いずる姿にはどこか見覚えがある。はじめましてではないようですね。俺はあなたを見たことがある。え？どこで見かけたんです？俺は毎朝川沿いをジョギングしているんです。繁華街に近いあの川です。朝の爽やかな空気の中でこの男がよく地面に寝っ転がっているんです。乱れた衣服でだらしなく寝転がる姿が脳裏に鮮やかに浮かび上がる。俺の言葉に組長がピクリと眉を震わせた。なんだって、東がそんな無様なことを。ええ、間違いありません。そういえば何度か周りに持ち物をぶちまけていたこともあったような。聞き捨てならないな。俺の言葉に反応したのは組長だけではない。酒井もすっとんきょうな声を上げた。東さん、あの癖まだ治ってなかったんですか？酒井のただならぬ様子に俺も尋ねる。あの癖とは？東さんは酒癖が悪く、限界を超えるまで飲み続けてしまうんです。俺たちが朝まで付き合わされることもしばしばでした。東さんは酒が進むと俺たちに酒をぶっかけたり、弱い力で殴りかかろうとします。浜田さんもさっきの様子をご覧になったでしょ？あれですよ。なるほど、東の無茶な飲み方は今に始まったものではないのだ。おい酒井、お前それ以上言ったら潰すぞ。東はどうにか抵抗するが、まるで迫力がない。ご自由にどうぞ。この機会に言うのがあなたのためでしょう。飲み会から解散した後も店を無理やり開けさせて一人で飲むことがよくあったようです。この人、朝方に道で寝っ転がっていて、ライバルの組の者に侮られ、からかわれたり財布を取られることが何度もあったんですよ。東さんのあだ名は財布野郎です。バカみたいでしょ。飲み代はケチるけど、店でいい格好をするために現金はたくさん持っています。向こうの奴らにとってはいいかもだと顔を覚えられていたみたいですよ。東の酒癖が悪いことは先ほど身をもって体験済みだ。この男は人に絡むだけでなく、自分の限度もよく分かっていないのか。酒井の言葉には
組長も黙っていられないようだった。敵対する組に弱みを見せていたというのか。そういうところでうちの組が舐められていてはいかんじゃないか。おまけに東さんは酔うと人恋しくなるらしく、どんな女にもほいほいついていくんですよ。向こうの組もそれを分かっており、いざとなったら女を餌にして釣ればいいと分かっているみたいなんです。いわばこの人はうちの組の弱みなんですよ。それは危険なことだ。他の方法で陥れられるならまだしも、組員の酒癖や女癖のせいで損害を被ることになればたまったものじゃない。東、お前が確かにうちの組に入りたての時、しばしば飲みすぎていたのを私も知っている。その癖を直すようにと言っていたのに、まるで良くなっていなかったんだな。東は先ほどまでの勢いを失い、部屋の隅で小さくなっている。川沿いの道で眠る東を思い出し、俺も言葉を添える。この人、確かにすごく無防備な姿でした。持ち物を取られたことも一度や二度ではないことでしょう。俺はこんな人に理不尽な命令をされていたのか。俺は憎たらしい気持ちで濡れた床に転がっている雑巾と酒の瓶を見つめた。許せん。東、お前は一生禁酒しろ。え？そんなこととてもできませんよ。これは命令だ。さもなきゃうちを辞めてもらうことになるが、どちらがいいんだ。わかりました。東はしぶしぶといった感じで組長の言葉にうなずいた。何よりも大好きな酒を禁じられたことが相当こたえたらしい。東は部屋の隅でうずくまり、こちらに背を向けた。そうしてすねるところはまるで小さな子供のようだ。場の雰囲気を切り替えるかのように組長はパンパンと手をたたき、みんなに声をかけた。さあ、それではみんなで浜田さんを歓迎しよう。酒井、すまんが何か料理を作ってくれるかな。任せてくださいよ。酒井だけでなく、やる気に満ちた子分たちが我先にと手を挙げ、酒盛りの準備を始めた。うちは質素な経営をしていてね、歓迎会もうちわでやるんだ。すまないが、今日のところはこんなもので我慢してくれるかな。堅実な経営を誇る組長によく似合う言葉で、俺は好感を抱いた。十分です。皆さんにこんなに喜んでもらえて嬉しいですよ。見る間に子分たちは役割分担をし、料理を手伝う者や買い出しに行く者などに分かれた。あっという間に準備が整い、俺たちはささやかな歓迎会をすることとなったのだ。組長と俺が中心となり、話に花が咲いた。子分たちからは俺の現役時代に関する質問が殺到し、俺が答えるたびに歓声が上がった。徐々に酒が進んで、俺たちの距離は縮まっていく。俺はもはや初めて来た空間とは思えないほどの居心地の良さを味わっていた。まさしく小さな家族のような雰囲気がそこにはあったのだ。すまん、ちょっとお手洗いに。やがて組長が席を立った。俺たちがテーブルを囲んでいると、組長が部屋を出るのと入れ替わりに、すごい勢いでテーブルの上のものがかっさらわれた。並んでいた皿はすべて床に落ち、料理はめちゃくちゃになって散らばった。もう我慢できねえ。今日の今日までこの組の中心は俺だったんだ。今だって俺が一番なんだぜ。
誰に言うともなくそう叫ぶと、東は並んだ酒をすべて一気に飲み干したのだ。どうやら俺の登場で自分の面目が立たなくなったことが何より耐えられなかったようだ。実力が伴わないのにプライドの高い東は対面にこだわる人間らしい。ちょっと兄貴、何やってるんですか。さっき禁酒したばかりでしょうに。黙れ寒河江、組長にチクったら潰すぜ。東の目は完全に座っていた。焦点の合わぬ視線を宙にさまよわせている。酒がなくなったのを確認すると、東は床に落ちたつまみを頬張り、再び部屋の隅に戻って、さっきよりもさらに体を丸くして寝転がった。どうやら東は酒を飲んでそこいらで眠ることに慣れっこらしい。次の瞬間に組長が戻ってきた。組長もいい具合に酔ったらしく、機嫌の良い様子になっている。唇の端から小さな鼻歌がこぼれていた。そんな組長が部屋を見回して顔色を変えた。異変に気づいたらしい。先ほどまで様々なものが並んでいたテーブルが無残にも空っぽになっている。おい酒井、東は寝ているのか。ちょっと顔を見てみたい。さあ、寝ているんだか起きているんだか。おかしいな、何か怪しいぞ。酒井がその巨体を揺らして東に近づく。東はもぞもぞと赤ん坊のように嫌がったが、酒井の力であっけなく体がこちらに向けられた。東の顔は言い訳のしようがないほど真っ赤になっていた。彼はどうやら酒飲みの割にはすぐ顔が赤くなるタイプらしい。お前、やはり飲んだんだな。禁酒はわずか30分でおじゃんになったか。いえ、これは。先ほどの乱暴な様子は影を潜め、東は口ごもった。言い訳できるものならやってみろ。その顔色はどうごまかすつもりかな。猿みたいに真っ赤になりやがって、情けない。もういい、お前とは縁を切る。そんなに飲みたいのなら組を出て一人で思い切り飲むがいいわ。組長は東に心底失望したらしい。吐き捨てるように言ったのだった。自分がまいた種でありながら東は納得できないらしい。そんな、絶縁だけは勘弁してくださいよ。もう決めたことだ。東、お前の金庫を開けろ。荷物をまとめて出て行け。組長、本気ですか。よってわけわかんなくなってるんじゃ。お前と一緒にするな。おい酒井、金庫を開けろ。酒井は東を抱きかかえてくるりとひっくり返し、腰のキーケースを慣れた手つきで外した。どうやら東の金庫の開け方を心得ているようだ。こんなところも東の脇の甘さだと俺は密かに呆れてしまう。東が金庫を開けたとき、見なければよかったという思いで喉元まで不快感がこみ上がってきた。ああ、なんだこれは。金庫の中に金目のものはほとんど入っておらず、酒とつまみがたくさん隠されていた。おそらく蓄えては忘れ、蓄えては忘れを繰り返していたのだろう。古くなった食料は異様な状態になっており、部屋は騒然としている。一段と汚くなったな。勘弁してほしいぜ。さすがに我慢ができなくなったのか、酒井は乱暴な口調で吐き捨て、小型の金庫を逆さに振って中身を床にぶちまけた。みんな見るな、
なんだこの虫、あっちへ行け。片付けのできない小学生のような情けなさだ。東は荷物の中から飲めそうな酒の瓶を襟分け、大事そうにポケットに詰めた。床には金庫の中身の残骸が散らばっている。俺はにやりと笑っていった。これはいけないな。東さん、立つ鳥跡を濁さずと言うだろ。ほら、それできれいにしたらどうなんだ。くしゃくしゃになった床に落ちている雑巾を視線で示す。どうした？あなたが俺にしたことだろう。俺の方が優しいくらいだ。自分がされちゃ嫌なことは人にしないって知ってるよな。さあ、お掃除しな。気づけば俺の背後には組長が腕を組んで仁王立ちしている。組長をぎろりと睨んだ東は歯を食いしばって声を漏らした。こうなっちゃ組長でも誰でも関係ねえ。力ずくで。酒が回って気が大きくなっているらしい東はよろめきながら組長に向かっていった。慌てず騒がず、組長は周囲の子分たちに目配せをする。四方八方から彼らが飛びかかり東を抑え込んだ。こいつはもう身内じゃない。容赦しなくていいぞ。組長の言葉にいくつもの歓声が上がり、寄ってたかって東をボコボコにした。元より貧弱な東が力自慢の男たちにかなうわけはない。今まで頼りにしていた体格のいい男たちにいいようにやられる東を見ているのは痛快だった。やがてこのような声が上がる。浜田さん、本家のやつを見せてくださいよ。周囲からもやいやいと囃し立てるような声が聞こえてきた。しかし俺はこんなヘナチョコ相手に技を振るう気にはなれない。黙って東に近づくと、俺の気も知らない彼は悲鳴を上げながら後ずさった。俺は足元に落ちている雑巾をつかみ、東の顔に優しくかけた。俺のされたことが少しは分かったかな。自分の始末は自分でつけるんだな。悪臭と不快感で東は咳き込み、手足をばたつかせた。諦めがついたらしく、東は何度も流し場と部屋を行き来して床を拭き、惨めな姿を晒した。大量に酒を飲んだ身で前かがみの掃除はつらいらしく、時折手で口を押さえている。やがてどうにか掃除を終えた東は、ろくに持ち物もないまま酒の瓶だけを大事に抱えて組を去ることとなった。俺たちは後日気持ちよく飲み直すことにして、明日の打ち合わせをした後ねぐらへ帰った。酒を飲んだ翌朝も俺はいつもと同じ時間に起き、ジョギングシューズを履く。目印になる公園に行くと、いつもと違う光景が広がっていた。そこには何人もの若手の組員たちが集まっていたのだ。彼らは俺の姿勢に共鳴し、自分たちもトレーニングをしたいと申し出てくれた。元より体格のいい彼らが本格的に訓練を積めば、まさしく鬼に金棒となるだろう。じゃあ行くか。コースは俺に任せてください。俺を先頭にして団体は朝の街を疾走した。屈強な男たちが集団で走る様子は壮観だが、ジョギングは何ら違法行為ではない。やがて川沿いにやってくると、風景の一部であるかのように見慣れた人物がいた。東が大の字になって眠っていたのだ。彼のことだから昨日の状況にへそを曲げ、あの後も朝まで飲み続けたのだろう。
掃除のせいで衣服は汚れていて、ちょっと見た感じは繁華街で無茶をしたように見える。またライバルに狙われたのか、昨日目立っていた装飾品は根こそぎ奪い取られ、貧弱さが際立ってますます間抜けな姿となっていた。俺は迷わず東に近づく。なあ、こいつかわいそうじゃないか。こんな汚い服で汚い格好をさらすなんて。もうすぐ人通りが多くなるぜ。汚れた服はどうにかしてやった方がいいんじゃないかな。優しさを装った俺の言葉に周囲の組員たちがにやりとした。俺たちは東の衣服を一つ残らず脱がせ、川に投げ捨てた。東はまるで目を覚ますことはなく、気分良さそうに眠っている。うん、だいぶんすっきりしたな。じゃあ行こうか。いい見た目になりましたね。さすが浜田さん、気遣いが行き届いていらっしゃる。俺たちは上機嫌で残りのコースを走り、一旦解散した。噂で聞いたところによると、一矢まとわぬ東はもちろん警察の職務質問にあったが、幸か不幸か身分を表すものも何一つ持ち合わせていなかったため、ヤクザであることもバレず、こってり説教をされて解放されたという。しかしここまですれば東があの辺りを歩くことはもうできないだろう。その日の夜、組事務所で落ち合った酒井は俺に感謝を述べた。いつもならあの辺りを通るとライバルの組のやつに絡まれて面倒なんです。でも浜田さんがいれば奴らは手出しできませんよ。現に今日だって奴らとすれ違いましたけど、素通りでしたからね。生意気な言い方かもしれませんが、心強い仲間ができて嬉しい限りです。酒井はこう言ってくれたが、感謝するのは俺の方だ。俺は久しぶりに誰かと一緒にトレーニングをする楽しさを味わうことができた。若者たちと共に行動し、体を使うのは実に気持ちがいい。第二の青春といったところか。現役時代やトレーナー時代を思い出し、元気を取り戻したような気分だ。こんなこともあろうかと、俺のジムの設備はすべて残してある。これからは君たちを思い切り鍛えてやりたいな。酒井はどこから持ってきたのか、片手にプロテイン、片手に自前のエプロンを持って胸を張る。ええ、食事管理なら任せてください。明日の朝もジョギングをお願いしますよ。任せとけ。しっかりついてこいよ。俺は勢いよく答え、早くも明日からの充実した生活に思いを馳せるのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。